騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は小難しいと。こんな素晴らしき時節と景色にあなたがいる。簡略化されているの。私を失望させないでね。無駄な努力をやめたら？
人たちも転んで食べる新鮮で熱々の壺だからだぞ。急を要する案件？A8 商店、ご満足いただけるよう最善を尽くします。はっはっやっはっ千人たちで食べる新鮮で熱々の壺だからだぞ。こんなことがありまして、ちょっと聞いてください。そりゃ今日はどっちにしようかな。行くわよ。また会ったな旅人。怪盗祭というこの仮説にお前のような多忙な旅人とリュウエコーで会えるとは実に稀有なことだ。見ての通り町を散策し、あらゆる人や鳥の声に耳を傾けている。近頃の往生堂は暇を持て余していてな。特に心配するようなこともない。同志は時折友人を訪ねるために外出する。だから俺も散歩がてら出かけてはいつものように茶を飲みながら講談を聞いている。祭りの時は講談師もそれに合わせた新たな講談を用意する。その多くは伝説の改変や野史の新説だ。話の真偽はともかく、これらの物語に含まれる活気は祭りには欠かせない。どうやらお前もここの講談を理解できるようになったようだな。月日が経てば人は変わり、伝統も変わる。怪盗祭も同じだ。古き時代のリーゆえには戦が多く、人々は遠征から戻る戦士たちに帰路を示すため、夜になると明るい光を灯した。時代が落ち着いた今、小灯を放つ習慣は次第に記念の儀式となったのだ。リーゆえ人にとって灯火の継承は英雄たちの魂の不滅を意味する。こうした時間に揺らぐことのない物事こそリーウェの根だ。旅人、お前がリーウェ人と一緒に怪盗祭を楽しんでくれることを祈っている。予定という言葉は俺にはそぐわない。俺はただ気の赴くままに好きなように散策し、好きなところに行くだけだ。だがお前にそう言われてみると、確かにこの祭りの機会にいろいろと回ってみるのもいいかもしれない。今日は三杯酔いで茶を飲んだ。明日は付近の屋台を回るとしよう。リーウェ人として町の繁栄を目にできるのは実に喜ばしいことだ。急がないと。おやおや、怪盗祭楽しんでる？こんないい日に私のところに来るなんて。うんうん、仕事の依頼をしに来たわけじゃなさそうだね。どうしたの？何か私に手伝ってほしいことでもあるの？お、単純に私に会いたくなっちゃったの？急にそんな優しくされたら怖い話で驚かせにくくなっちゃったじゃない。実は怪盗祭中でもね、結構忙しいの。シャンリンからレシピをいくつか聞いて今試してるところ。あ、せっかく来たんだし一口どう？あれ、な、何その表情。逃げようとしてるの？行かないで、絶対まずくないから。行こうよ。急がないと。
行こうよ。急がないと。瞬く間に。行こうよ。今日はどっちにしようかな。だからヒロシじゃなくて。行こうよ。このお客さんは明日の夜に宴の席を2つ予約してて、あのお客さんは宅配の注文を。わ、来てくれたんだ。怪盗祭楽しんでる？大丈夫大丈夫、祭りは忙しいものだから。万民堂の味が恋しくなったらいつでも私に言ってね。どんなに忙しくてもあなたと一緒に過ごす時間は空けておくから。このお客さん、わ、来てくれたんだ。あの子のこと気にかけてくれてありがとう。かまどもずっと熱々でグオパーも喜んでるよ。万民堂の味が恋しくなったらいつでも私に言ってね。どんなに忙しくてもあなたと一緒に過ごす時間は空けておくから。行こうよ。急がないと。おやおや、こんないい日に私のところに来るなんて。お、単純に私に会いたくなっちゃったの？実は怪盗祭中でもね、結構忙しいの。シャンリンからレシピをいくつか聞いて今試してるところ。あ、せっかく来たんだし一口どう？あれ？警察層であなたにお会いできるなんて思いもしませんでした。気にかけていただきありがとうございます。近頃はジャクシン先輩のお誘いで警察層で講演していました。お年寄りやお子さんに聞かせていますが、皆さんとても楽しんでくださって私もとても誇らしかったです。ジャクシンおばあ様は若い頃役者だったのです。今でもとても輝いています。舞台に立っている時、私ども役者は常に気を張っていないといけません。ですが今は舞台から離れ、少し肩の力を抜くことができる時間です。ちょうどいい茶葉を持っているのです。お行きになる前にご一緒にお茶をいかがですか？ここから小灯を見るのもまた趣がありますね。もしよろしければゆっくりお話をいたしましょう。警察層で
あなたにお会いできるなんて思いもしま…気にかけていただき、ありがとうございます。近頃は、ジャクシン先輩のお誘い、ジャクシンおば、舞台に立って、ちょうど、ここから消灯。新鮮な気持ちで見ることができるんじゃ。急がないと。行こうよ。なんだかずっと忙しくしていたせいか何か忘れている気が。長雲、警察層の緑や水に美しいという言葉はふさわしいと思うかい。僕は、あ、思い出した、妖魔だ。行くあき、早く古書を出してくれ。よく読んでみよう。務めを忘れてはいけない。まあまあ、そう焦らないでくれ。お茶を一口ずつ味わうのと同じように、物事も一つずつこなすべきだ。焦ると前しか見えなくなる。敵に背中を向けてしまっては、たとえ君と僕のように力を持つ者でも退けるのに苦労するだろう。あ、確かに理にかなってるな。分かった、ここはお前を信じよう。よし。で、さっきはどこまで話したっけ。ん、思い出せない。君も思い出すのを手伝ってくれ。実は僕も忘れてしまった。すごい大雨、困ったわね。そもそも昨日終わるはずだった仕事をどうしてあの人たちは今日まで引き延ばしたのかしら。仕事も一段落したし、買い物にでも行こうかしら。